大木囲い貝塚の入り口、史跡の石踏みが立っている。大木囲い貝塚大木8ビット式時は、宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮あざ大木、西大木、北大木、南大木に所在する、縄文時代前期から中期にかけての大規模な環状貝塚遺跡である。東北地方南部の縄文時代の標識遺跡の一つである。 1968年3月18日、国の史跡に指定されている。松島湾の南岸、塩釜湾に突出した標高35メートルほどの丘陵上に位置する。東西270メートル、南北280メートルの楕円状に数十カ所の海層が分布している環状あるいは馬底形の海塚である。海層に囲まれた空間からは、 縦穴住居跡が確認されており、一時期に6から8件の住居があったと考えられている。1917年に松本彦七郎、1918年に長谷部賢人、1925年に清野賢治、1927年から1929年には山内清、伊藤信夫らによって A から g 地点の発掘調査が数字にわたって行われた。 海藻が厚さ2メートルにもわたっているために、縄文時代前期前用から中期後半までの良好な相違調査を行うことができた。山内は各相違の湿度土器を大木一式から十式までの形式変年を行い、現在でも宮城県を中心とした東北地方中南部の前期から中期の縄文土器の変年基準として使用されている。戦後になって、 1949年、伊藤信夫が、1963年1965年、東北大学教育学部歴史研究室が発掘調査を行っている。1972年から1978年に、七ヶ浜町教育委員会が、史跡整備のための発掘調査を行い、階層の分布と規模が分かり、縦穴住居跡1件が検出された。ありがとうございます。